ジム・メッシーナの名で活動するジェームズ・メルビン・メッシーナは、アメリカ合衆国のシンガーソングライター、ギタリスト、ベーシスト、音楽プロデューサー。バッファロー・スプリング・フィールド、ポコ、ロギンス・メッシーナなどで活躍した。バッファロー・スプリング・フィールドの後期にプロデューサー、レコーディング・エンジニアとして参加。最終的には、ベーシストとして、バンドに加入し、グループのラストアルバムの制作に参加した。 バッファロースプリングフィールド解散後にリッチー・ヒューレーとポコ結成。作詞作曲とリードギター、ボーカルを担当した。2枚のスタジオアルバムとライブアルバム1枚を残しポコを脱退。ポコ脱退後はコロンビアレコードとプロデューサーとして契約。彼がポコ在籍中から懇意であったケニー・ロギンスのプロデュースを手掛けることになる。メッシーナは コロンビアレコードの当時の社長や、先輩プロデューサーのクライブ・デイビスに会い、当時まだ無名のロギンスのデビューに際し、バッファロー・スプリング・フィールド・ポコで既に有名になっていた自分の名前を貸し、自らがアーティストとして参加することを提案した。メッシーナは、バッファロー・スプリング・フィールド・ポコ時代に書きためた曲を提供。彼は、ロギンスがカントリーロック的なアプローチの曲にも、 R&B のいずれにも対応できることを感じた。また、ロギンスのために、ケニー・ロギンスバンドを編成した。1971年11月、ファーストアルバムケニー・ロギンス・ウィズ・ジム・メッシーナ・シッチン・インをリリース。その後ロギンスメッシーナは、バンドと共にツアー、レコーディングを行い、1976年までに2000万枚以上のアルバムを売った。 1976年にロギンスとのデュオを解散。1979年、メッシーナは自らプロデュースした初のソロアルバム、オアシスをリリース。ロックとラテンジャズの融合に挑んだ音楽性はユニークなものであったが、ロギンスメッシーナとは異なるサウンドを良しとしない、コロンビアレコードと対立。これが元でメッシーナは、ワーナーブラザースレコードに移籍する。 1981年、ワーナーから自身2枚目のソロアルバム、メッシーナリリース。フォーク、ロック、ラテン、軽いジャズタッチのナンバーまで幅広い音楽性を披露した。1986年には、よりロック色を強めた3枚目のアルバムワン・モア・マイルをリリース。この作品では、若い有望なセッションミュージシャンを多数起用し、バッキングボーカルとして、エディ・レーマンや、 ポーリーン・ウィルソンが参加した。収録曲のザアイランドでは、スラックキーギターを披露、ハイアンミュージックへの愛着を表現した。1989年には、オリジナルラインアップでポコを再結成、リユニオンツアーを観光したほか、アルバムレガシーをリリースした。メッシーナは4曲の作曲に参加、ギター、マンドリンを演奏し、3曲でリードボーカルも担当した。二千五年には、 ロギンスとのデュオを再結成。大成功に終わった全米ツアーは後にライブアルバム、DVD、ロギンスメッシーナライブシッチン、インアゲーム、アットザ、サンタバーバラボールとしてリリースされた。2009年にも再々結成し、大規模なツアーを行った。2009年、キューバ音楽、スペイン音楽の影響を受けた、アンダー、エーモヒートムーンパート1をリリース。現在は、 ソロアーティストとしての活動の傍ら、プロデューサー、レコーディングエンジニアとしても活動中。また、自ら立ち上げた、ザ・ソングライターズパフォーマンスワークショップを主催。全米の保養所、リゾート施設、ホテルなどを借り切り、作詞家、作曲家、歌詞を指導している。ありがとうございます。